いやすごい、競泳ジムのプロの方、お名前、橘ジョージさん、ちょっと体験レッスン来てね、藤子ちゃん。はい、じゃあちょっと並べよ、2ラウンド飛び方好きなんだよ。頑張れ、タカちゃん頑張ってんぞ、今日一回おいで、タカちゃん。ちょっと、そしたら、ちょっと次、ルゴンゴンやったらもう一ラウンド飛んでもらいます。あ、笑ってる。じゃあそこみんなプロの人、そうですか。ちょっとプロの人がいっぱいおるわ。お名前は、あなた、私、センターが飛んでください。右ですか？右です。で、なんかセンター反応かなってすごい思うねんけど、これ取りすぎてさ、あんまり汗かいて落としたら意味なくなっちゃう。最小限です。あ、水？
味噌たかんの出す。あ、こんにちは。子供の入れてたんで膨らまない。すごいね、福島水飲むのやって。さあ、飲むなとは言いません。色を考えて見ちゃったら、45ですね。何しようかい。ちょっとごめん、これ前持ってきていいですか。すごいった、プロ。いや、私さ、ここ入るんやったらさ、プロのなんか資格取るやつに入りたいねんね。え、プロの資格ってなんかそのレッスンで、あ、それ。ちょっとすみません、私固まっちゃいました。ライセンスとかかっこいいやん。ライセンスと、え、試合をやるとかじゃなくて。だってライセンス、試合なんか怖いから整形してるの覚悟じゃ出ないと思う。これじゃない、これすごいよ。はい、お願いします。じゃあ、レッドボール、じゃあ、かかと浮かせます。はい、こう構えてで、あぐで、目線入れるで、ジャンプだけ。じゃあ、準備はもう開かないで、まっすぐまっすぐ、そうそう、腰振りましょう。そこから、入腰振りで、親指と右の先をこちらに入れましょう。はい、先生、腰の動きは腰の動きで、ちょっと待ってください。そしたら、その時、一丁線やってみて、ちょっと回して。あ、斜め？右足の腰。あ、右足、はい。こっちで。あ、斜め。うん。で、そっから、返します。さあ、そう。で、その、で、そしたら、その時は、右で。ちょっと待って。
ストレートの時に打つんやみたいな人は。水飲んだあかんの、水飲んだあかんねん、水飲んだ